ローランドは日本のホスト、ファッションモデル、タレント、実業家。株式会社、ローランドグループ HD 代表取締役、血液型 AB 型、ホスト界の帝王と称される。1992年に東京八王子市で生まれる。帝京高等学校卒業後、帝京大学理工学部に進学するもすぐに中退し18歳で、東条誠の現時名でホストデビュー。 一年間の下積み時代を経た後、歌舞伎町の数々の最年少記録を更新し21歳にして、当時所属していた店舗の代表取締役に就任。2013年に、大手ホストクラブグループ、KG プロデュースのプラチナ本店、マイナスに現役ホストとしては、史上最高額の遺跡金で遺跡。その後は、数々のテレビ番組に出演するなどタレントとしても、 活躍。2017年8月に、登場誠からローランドに改名。2018年のバースデーイベントでは6000万以上を売り上げ、グループの個人最高売り上げ記録を受立。この様子は当時テレビ朝日系列で放送されていた、バラエティ番組、その先で放送されて、ローランドの名前は一躍一般の層にも知れ渡るようになる。 その後現役ホストを引退し KG プロデュースから独立。同年10月より自身が設立した個人事務所シュバルツに所属。2019年に自身初の展覧会、ローランド、俺か俺以外かを開催、延べ10万人を動員する。同年4月にホストクラブ、ザクラブを開業。2020年、新型コロナウイルス感染拡大による、 東京都の自粛要請を受けて4月から5月25日までザクラブの営業を停止。感染拡大防止対策を徹底した上で5月26日より営業を再開するが夜の街関連が感染の温床となっているとの報道や7月9日に都内の感染者が最多を更新したことを受けこれ以上の営業は不可能と判断して同日付でザクラブの閉店を発表した。 同年12月16日、ミュージシャンの各都との共同プロデュースによる女性向けドレスランジェリーブランド G&R を発足するが、会見からわずか3日後にドレスの一部が海外ブランドのデザインを模倣している疑惑が浮上する。運営会社のデイジーが模倣疑惑を認め、商品の販売中止と購入者に対する商品の回収と代金の払い戻しを行うことを発表。 この件について公式 YouTube チャンネルで謝罪し、同社との契約を解除した。現在は脱毛サロンや飲食店も経営。また、美容商品の販売やシャンパンの輸入総代理店を務めるなど実業家、投資家として活動している。廃業したホストクラブについては拡大移転先だった物件の家賃を払い続けて事態が落ち着いた後に移転先で再起をすることを目指している。 ローランド著、ローランド監修、その他 SNS、ありがとうございます。